どうも、ラモーンと申します。よろしくお願いいたします。前回は能力別経験値について解説させていただきました。詳しくは概要欄に貼ってますので、もしよかったらご覧ください。今回はイベントについて解説したいなと思います。泊まりたいお得イベントなどを紹介できたらなと思っています。もしよかったらご覧ください。ということで今回もよろしくお願いいたします。はい、ではまず泊まりたいイベントその1を紹介したいなと思います。それが12月24日のクリスマスイブ。これは泊まることで発生するんですが、全員体力アップ、数人テンションアップが 40% で、練習効率の大幅アップと数人テンションアップが 40%。 やっぱり一番狙いたいのがこの数日間特訓のパネルですね。この特訓パネルに変更が 20% と、これがやっぱり一番美味しいと思うので、特殊能力を狙えるパネルに変更ということなんで、これを狙えるイベントということで、クリスマスイブはできる限り泊まりたいなというイベントです。はい、次は2月29日ウルード市のイベントです。これは毎年あるわけではないんですが、泊まると数日間特訓パネルに変更されるイベントなので、ぜひ泊まりたいイベントじゃないかなと思います。で、確率はおそらく 100% だと思います。ちょっとはっきり検証できてないんですが、間違ってたらすいません。これも特殊能力を狙えるイベントなんで、ぜひ狙っていきたいなというところです。はい、次泊まりたいイベントその3、特別指導ですね。で、日にちが6月26日から7月2日、9月8日から9月14日の2回あります。年2回ですね。これは青パネルのみの発生となります。で、この、特別指導というイベントが発生したら、どういった効果があるのかはちょっと多いので、後で記載したいと思います。なので、この日にちだけですね。日にちと青パネルのみっていうのをちょっと覚えておいてほしいなと思います。はい、次、泊まりたいイベントその4、インタビューというイベントです。これは条件がありまして、甲子園出場が決定しているというのが条件になります。で、こちらも青パネルのみ発生します。で、日にちが7月21日から30日。で、もう一つが2月1日から、10日の間に発生するイベントです。こちらの方も効果の項目が多いので、後で記載したいなと思います。で、先ほど紹介したイベントその3と、このイベントその4。これが一番大きなイベントになるんじゃないかなと思います。なので次はイベントその3、特別指導の効果について説明したいなと思います。はい、では特別指導の効果について解説したいなと思います。ちょっと細かくなってしまって申し訳ないんですが、特別指導のイベントが発生したら、選択肢がいくつかあります。で、どの選択肢を選ぶかによってその効果が変わってきます。で、打撃指導を選択したら全員のミートとパワーが経験値ショーアップ、で、三振のマイナス能力が半分、50% ですね。50% の確率で消えると。で、守備指導を選択すると、全員の守備補給が経験値、ショーアップ。で、エラーと、送球は F 以下の選手のランクがプラス1。どちらも 50% で消えると。で、走塁指導を選択すると、全員の走塁経験値がショーアップ。で、走塁もしくは盗塁が F 以下の選手のランクが1つ、50% の確率でアップするという効果になっています。はい、特別指導の選択の続きです。選択肢はもう一つありまして、それが投球指導。こちらを選択すると全員のコントロールの経験値がショーアップ。で、寸前一発四球、スロースターター、力配分、短期シュート回転、軽い球、乱調が 20% の確率で消えます。で、ここからは僕のちょっと見解なんですが、20% で一つだけじゃなく、おそらく数個消える可能性があるんじゃないかなと思います。で、それを検証しようかなと思ったんですが、これをいくつか持っている投手が全くいなくて、ちょっと検証はできませんでした。ここまでたくさん赤特殊能力を持った、選手はあんまり入ってくることがないんで、OB の選手とかで使えるんじゃないかなと思います。ぴったりな選手がいるんじゃないかなと。あえて名前は出しませんが、そういった選手がいれば投球指導を選択した方がいいかなと思います。はい、次、泊まりたいイベントその4のインタビューの効果について解説したいなと思います。
こちらのイベントにも選択肢がいくつかありまして、どの選択肢を選ぶかによって効果が変わってきます。打撃力を鍛えたという選択をすれば、全員のミートパワー経験値がチューアップ、でミート B 以上の選手がアベレージヒッター取得確率は 10% と、でパワー B 以上の選手がパワーヒッターもしくはブルーヒッター、これも確率は 10% で、ミートとパワーが C 以上の選手が広角打法で、ミート C 以上の選手が流し打ちもしくは固め打ちで、弾道プラス1と、すべてが、10% の確率になっています。はい、次は機動力を鍛えたという選択肢を選んだ場合、その場合は全員の走力経験値が10アップで、走力 C 以上の選手が、走塁プラス1もしくは盗塁プラス1もしくは内野安打で、ヘッスラかゲッツー崩しか撹乱、これのうちどれか各 10% で取得できるということになっています。でパワー E 以下の選手だった場合はバント丸が 5% の確率で取得で、バント丸取得済みの選手の場合はバント職人が 20% の確率で取得できるということになっています。はい、次は守備力を鍛えたという選択肢を選んだ場合、全員の守備、肩、補給の経験値が10アップで、肩力 B 以上の選手がレーザービーム取得で、守備 B 以上の選手が守備職人で、肩が C 以上、守備が C 以上の選手が早急プラス1、補給が C 以上の選手が守備職人で、守備力 E 以上の補修がブロック丸を取得できると、でこれはすべて 10% の確率になっています。ですので、ほとんど 10% ですね、確率は。バントの、機動力を選択した場合のバントの確率以外は、すべてが 10% になっています。はい、次は、投手力を鍛えたという選択肢を選んだ場合、投手の球速、スタミナ、コントロール、変化球経験値が10アップ。で、球速150以上の選手が、ジャイロボール、もしくは重い球。で、球速140以上の選手が、伸びプラス1、もしくは球持ち。でコントロール C 以上の選手が低めで、スタミナ C 以上の選手が尻上がり、コントロール E 以下の選手が逃げ球で、変化量4以上の選手がキレ、変化球3球種以上の選手がリリースとなっています。これらの全ての特殊能力も確率は 10% となっています。はい、では最後の選択肢です。努力の賜物を選択した場合、まあ、あんまりこれを選択する方はいないかもしれませんが、一応、解説というか紹介しておきます。全員の信頼度が中アップで、テンションがダメダメの選手が普通になると、まあ、選ぶとなると、まあ試合前なんでちょっと勝ちやすくするために選んだりする場合があるかもしれません。まあ、でも基本的には、特殊能力を狙った方が、まあ個人的にはいいんじゃないかなと思うんで、選ぶことは少ないかなと思います。でこのインタビューで紹介した、特殊能力取得できるのは、一選手一つまでとなっています。なので1回のイベントで一人の選手が、何個も特殊能力を取得できるということではありません。1回のイベントで一選手一つまでということになっています。で最後にイベント3とイベント4の出現率、これはちょっとはっきりしてないんですが、まあ、自分でちょっと検証した感じ、おそらく 10% か 20% ぐらいの確率で出てくるような感じでした。まあ、でも青マスじゃないといけないんで、まあ、その辺も加味しないといけないんですが、まあ、そんなに全然出ないなという感じはなかったんで、まあ、できる限り狙っていった方がいいかなと個人的には思っています。はい、ということで今回はイベントについて解説させていただきました。もしまあ指摘や不明な点があればコメントにお願いいたします。他にもいろんな動画を上げていますので、もしよかったらご覧いただけますと幸いです。あとチャンネル登録高評価いただけますと嬉しいです。次回もまた動画を上げたいと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。ではご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。さよなら。